2022-23ヨギボーウィーリーグ第15節、三菱重工浦和レッズレディース対野島ステラ神奈川相模原。ここで本日の審判団の紹介です。主審高橋沙織、副審草所和恵、岩本真理香、コースオフィシャル藤田美智子、以上4種審判団です。なおマッチコミッショナーは上田雅俊、審判アセッサーは岡野貴弘です。続きまして両チーム選手の紹介です。はじめにビジター野島ステラ神奈川相模原のメンバーです。1番ゴールキーパー久野風吹、26番ディフェンダー出来村亜美、5番ディフェンダー大田久子、22番ディフェンダー伊藤樹里、2番ディフェンダー平野優太、10番ミッドフィルダー杉田亜美、19番ミッドフィルダー石田千尋、27番ミッドフィルダー藤原奈々、28番フォワード佐々木千成、9番フォワード南野亜里沙、30番フォワード浜田恵美。続いて控えの選手です。16番ゴールキーパー池尻渚、3番ディフェンダー石田美奈、4番ディフェンダー畑中美優香、7番ミッドフィルダー平田光、24番ミッドフィルダー石郷里真宏、20番フォワード松本真奈さん、23番フォワード浜田遥香、監督菅野正明。以上がビジター野島ステラ神奈川相模原のメンバーです。23番ゴールキーパー伊野真也、
3分です。本日のマッチパー